はい、皆さんおはようございます。大塚進です。本日、令和3年のですね、4年か4月の、4月の今日はもう月末29日です。4月29日ですが、昨晩うっすらと雪が積もりました。こちら福島県葛尾村、今朝はですね、晴れ上がりましたの で今日は気温が上がるということなのでね、日中15度くらいになるそうなので、まあ、この雪はすぐ溶けてしまうと思うんですけど、まあ、ちょっと驚きましたね。まあ、4月にもう月末でもう5月に入ろうという時にですね、このような、雪がちょっと降ったということで、結構寒かったですね、昨晩はね。久しぶりにストーブをね、ガンガンと本格的に炊きましてですね、でちょうどいいくらいだったんで、結構昨晩もね、氷点下くらいになったんで、氷点下になりましたね、結構寒かったです。まあそういうことで今日の報告ということなんですけど、特に今日はね、今朝の段階ではまだあまりこちらも頭が働いてませんしね、お伝えすることはありません。ただね、今日昨晩4月29日なんですけども、雪が積もりましたよってことね、結構寒いですよってこと、この場所ね、この場所は、自分の 家がね、家がちょっと下の方にありまして、そこよりもね、1段2段高いところにあるところなんですね。ここはね、上の方にある斜面に、山の斜面にあるんですけども、でキウイの棚があってね、キウイ今年は少し枝を、古い枝とか払ったのでね、少し元気を取り戻して、今新しい葉っぱがいっぱい出てきてるところなんですけど、ちょっと日当たりがね、前の木がいっぱいもう揃ってしまったのでね、ちょっと日当たりが悪くてかわいそうなのでね、このキウイの新しい枝をね、少し上の方の、このもう一段上があるんで、こちらね、こちらの方にね、なんとか枝を誘引すればね、こっちの方に持ってくれば、こっちの方からね、この上の方の斜面からね、まだ日がだいぶ当たりますのでね、こちらの方に持ってこようと思っておりましてね、で、ここにね、これ何の枯葉みたいに見えるかというとね、これ、ススキなんですよ。で、ススキがね、この辺だいぶ根を張ってですね、いっぱいボコボコあったの、去年ね、だいぶ取ったんですけどね、だいぶ取っちゃったんですけど、今年もね、この一番いい斜面の部分ね、まだちょっと笹とかですね、笹とかこの、ススキがまだこれ根っこからまた生えてくるんですね。で、これもまだ根っこから生えてくるんでね、新しいのがね。まあ今年はね、この辺の斜面をね、日当たりが結構いいので、ここをね、いろいろと利用しようと思うんで、とりあえず、まあすいませんけど、ススキさん、抜かせてもらうねということでね、抜いてるところです。今、昨日これ抜いたのがこの辺に今積んであってね、いずれ堆肥とかにしちゃおうと思いますけども、まだちょっと残ってるんで、この辺をね、抜きます。それからいろいろとね、この日当たりのいいところなのでね、ここにお芋とかいろいろと、まあ思いついたものをね、植えていこうと思っております。で、どこだっけな、あれどこに植えたんだっけな、あ、これか。ここに今ね、ちょっと雪かぶっちゃったんですけど、昨日やりかけで終わっちゃったんですけどね、下の庭のところにイチゴがいっぱいね、生えすぎちゃってるんで、イチゴ少しこちらに移植してね、こちらの日当たりのいいところにも、イチゴをちょっと植えようと思ったんですけどね、昨日雪、もう雨が降ってきちゃってね、途中でやめちゃって、まだこれ、ボールに乗っけたままなんで、これからね、今日は暖かくなったらね、移植しようと思っております。まあ、そんなところですね。はい。ということで、また後でね、何かありましたら連絡したいと思います。では、ありがとうございました。